岡田監督、岩佐はもう投げさせへん。9回に3番手で登板した阪神岩佐投手が痛恨の2被弾で逆転を許した。岡田監督は試合後、もう投げさせられへんと2軍降格を示唆した。チームはそのまま敗戦。岩佐は今季2敗目となった。試合後には、制球とかの問題じゃない、ボールに力がないと唇を噛んだ。8日の楽天戦、楽天モバイルパークで9回にサヨナラスリーランを浴びていた。昨季59試合で被本塁打わずか1の守護神が今季早くも3本目の被弾となった。あー、壊れちゃった。でも本当はわからんぞ。明日9回に投げてるかもしれん。岩佐は楽な場面から投げさせる。これも嘘やったやん。先週も言ってたじゃん。岩佐の顔からは全く自信が感じられない。岩佐そろそろ擁護できん。満場一致で使った方が悪い。二軍行ってもう一回休め。マジでメンタル的に抑えは迎えてないって。去年のエースと守護神行ったまま優勝できるわけないわな。そんな甘くないよ。ずっとこんな調子なのにクローザーに使い続ける岡田が悪いでしょ。阪神リリーフがな。これじゃ後半戦厳しそう。打線もあれやし、オールスター出場楽しみにしてるよ岩佐。